わかった。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手は。どうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。ビップ席？ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？ VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってパンピンリューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとはわけが違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってな。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、いっちょまたここでやるか。待て、お前の実力は分かったろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、
組織の上の人間に俺がチク。そしたらどうなるかな。てめえら俺を脅そうってのか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。来い、お前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。よし、かかってこい。行くぞ。おい、来た。おい、来た。ほら来いよ。やめんなよ。かかってこいよ。見てろよ。やってやるよ。私の番ね。やってやるぞ。やめんなよ。とっておき。俺の番だな。かかってこいよ。かかってね。おっしゃ。やるか。俺の番か。やってやる。やってやるぞ。やめんなよ。これで。やってみろ。とっておき。やるか。よし、行くぞ。またいい女になっちゃった。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。くせえ。誰がてめえなんかに。じゃチクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ねえ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長。なんで真渕さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真渕に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真渕さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かに真渕さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え？あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本だ。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。
組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。真淵ってのはどんなやつなんだ。真淵さんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ、死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんか真淵さんと口も聞いたことねえよ。じゃあ真淵の居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんで。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに。わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。ったく、お前も散々痛めつけといてひでえ言いようだね。だっておめえリューマンの癖して真淵のこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことはチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を。俺らの知り合いが死んで、それに真淵ってやつが絡んでると俺らは思ってる。だから真淵の情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって。嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえから、とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。他になんか知ってんのか。俺の知ってることといえば、そうだな、真淵さんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎが反品貿易講師だ。反品貿易講師。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだって真淵さんの会社から仕入れてる店がある。真淵は中華街が嫌いなんじゃねえのか。そりゃ真淵さんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰も真淵さんの会社を相手にしなかった。だけど反品貿易講師の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついには真淵さんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今や真淵さんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それが真淵の一番太いしのぎか。ってことはその反品貿易講師に真淵は顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥に反品貿易講師の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、真淵さんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか、反品貿易講師のバイト。いやでもやったところでよ、真淵に会えるかは分からねえんだぞ。とはいえ今つながる線はそれしかねえ。そうさ、
直接会えなくったってマブチに繋がる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿ってくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハルワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと本当にマブシさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよマブシさんは。何度も言わせんなよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急に反品貿易講師の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。だからよ。仮だなんてよ、やめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかお触りだけにしとけ。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。ねえ、おい、わかった。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え、何が。あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか、実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ、サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜきっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ、じゃあな。あのよ、あれ忘れ物、なんか私預かったっけ。そうじゃなくて、あのうちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え、そんな部屋でもよけりゃ来ねえか。いいの。おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。
なんでもない。ありがとう。ここって。まあ、そういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。知らなかった。偉人町にこんな場所があるなんて。おお、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。ん？私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。ちょっと、マジか。ねえ、なんだ。おう、うん？そう。
わかった。知ってます。所長のお気に入りの元ホームレスの春日さんご一行ですよね。乙姫ランドが営業停止になったから新しい職を探したいってことでよろしいですか？はい、そのどうすればいいですかね。まず所長を通して以外のご利用は初めてかと思いますので、こちらの施設の概要を説明します。はい、よろしく頼みます。では説明します。こんなところですね。ご紹介できる職種は皆さんの経験や経歴次第で増やせるかと思います。ま、現状は少ないかと思いますが、それが現実ということで受け止めてください。はい。今皆さんに紹介できるのはこんなところです。変えるも変えないも皆さん次第なので自己責任でどうぞ。なるほどな。こんな感じで職を変えればいいのか。転職をご希望される場合はまた私に話しかけてください。まあ転職は何度でもできますし、前の職種に戻すことも簡単にできます。これだと思う職を見つけるまでは気軽にいろいろ試してみてもいいかもしれません。わかった。なんだ、結構簡単なんだな転職って。いいえ、簡単に転職できるような仕事しか今の皆さんには紹介できないというだけです。転職も世の中もそんなに甘くはありませんから、勘違いのないよう。はい、肝に銘じます。説明は以上です。あと先ほど所長と話されていた横浜貿易工事でのアルバイトの件ですが、先方から採用 OK という連絡をいただきました。本当か。ええ、すぐに来てほしいということですので現地へ向かってください。作業場の倉庫は浜北公園のさらに北にあるんですが、歩いていくのは厳しい距離なので陣内駅から電車で行くといいですよ。わかった。ありがとうよリリカちゃん。また転職相談に来るからよ、これからもよろしく頼むぜ。リリカちゃん、まあそれが私の仕事ですから、お気軽にどうぞ。荷物が来たらコンテナから下ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。足立さん。
こんなもん屁でもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ、あいつみてえにな。情けねえな。ちくしょう。なんで最後だけ陣なんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。フカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ、何してる。すいません、今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん、見るのはここ金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带好东西过来的。今のって日本円でいくらなんですか？800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたら面倒くさい手間が省けてすぐに金を手にできる。多少買い叩いても本土の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたらただじゃ済まんと思え。まさかくすねたりしませんよ。
おい。もうシャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。ふう、気持ちよかった。あれ、もう風呂上がってたのか。すまねえ。別に、男の裸なんて見慣れてるわ。まあ、それもそうか。足立さんとナンバーは？まだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日ハンピン貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分。現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところがハンピン貿易公使は1万円で売ってるみたいなの。え？1万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らはハンピン・リューマンなんだ。へえ。私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か。正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？お？お。でも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう、あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。うん、どうした？なんか深刻な話か？うん、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜ケーキ漬けにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろう。ダメだダメだ、俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな。違法風俗犯罪。
ジャパン。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください、この不潔極まりない建物。そう、ソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おお、我々の勝利です。この街に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一帯全てのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の外中の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ、消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、チンピラの本性がむき出しだ。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかじめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあもうこの町から出て行ってくださいよ。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると。大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、クソ野郎。よせよ。ダメだぜ、サッちゃん。なんでよ。バカが。もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え？クソ野郎。こんぐらいやろ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って、野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け同志たち、全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。ストレス解消させ、放射しねえぞ。よし、俺の番ね。してみろ。
てみろ。見せてやるよ。来なよ。どうするかね。絶対負けない。行くぜ。なめんなよ。これで私の番です。かかってこいよ。かかってきなよ。やってやるぞ。してみろ。嫌がれ。なめんなよ。おい、来た。見てろよ。かかってこいよ。ほら来いよ。ぶっ飛ばしてやる。逃げるなら今。漂白してあげましょう。よし、とっておき。おい、俺の番だな。とっておきだ。やってやるぞ。負けない。俺の番ね。とっておき。やんのか。ダッツ！ダッツ！いい感じになるんだな。強くなった気がするぜ。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。帰れ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 。これで済むと思うな。今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結を強める。もう手加減はないからだ。ざまあ見ろ。二度と来んじゃない。ここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち。見ててすっきりしたぞ。恩に着るぜ。ざまあ見ろっての。いい君。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかい。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それに、それにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いや、久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ、役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや、俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。恩に着るぜ。あんたらがいりゃ俺からも手を下ろす。またスカッとやっつけてくれ。お？お休みかな。野々宮さん、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。
あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？ああ、いや、ひょっとして知らない？はい？その、野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。